目決勝進出をかけた大事な戦いです、はい、それもここ本間対畑中、どんな戦いになってくるのか、勝った方が決勝戦。さあ両者スタート地点、今で揃って実況機が大きく振られてスタート。本間対畑中ますね。さあ畑中の後追いワンランク野村さんつけるかどうか。いよいよベスト4一組目決勝進出をかけた非常に重要な戦いは、2本目の走りは畑中慎吾後追いで本間孝臣。さあ本間の後追い、どういう走りが見られるかどうか。今両者スタート地点に並んでいる。1本目はイーブン、そして入れ替えの2本目、今旗が振られてスタート。さあ動き出した、これはもう後追いでワンランクずつ、野村さん89、僕も89、決勝進出本間孝臣。なんとなんと後追い平川誠二ベスト4の2組目、両者ライト点灯、出揃ったところで今日勝機が振られてスタートしてまいります。決勝進出をかけた戦いが今始まる。結構後追いました。 2.5 ぐらいつけたい。さあ本間5はないんで、うまく引いてまた刺してというところ、常時捕まえて、野村さん言うように 2.5 言いたいですよね。確かにね。さあ入れ替えの2本目、同じことをし、これは清水大輔がしなくてはなりません。できるかどうかと。さあ小原ができるのか。決まって戦、いきなりの1本目、それでは用意ができたらスタートしてまいりたいと思います。はい、まあ、ウォームアップなしの本番ですよ、はい、さあそれでは3位決定戦が先というところで、畑中慎吾先行、後追い清水大輔、先ほど畑中は本間に敗れてしまいましたが、ここの3位は抑えることができるかどうか。さあ白いマシン、こちらが畑中、赤いマシン清水大輔、今動き出して畑中先行。もう一回差し込んでいきたい。しかし離れた離れた、ここは引き離していく、入ることができない。しみつ対してこれは入れない。先行としての走りも非常にいい。畑中がまずいい走りを見せました。とはいえいい部分ですね。はい、そして赤が振られて今スタート。赤いマシン野村さん、決定で OK。 いや、まだどっちが勝ったとは言いませんが、決定。それは決定じゃないですか。第3位、畑中慎吾。さあ、今、並んだところでアイコンタクト、そして旗が振り下ろされて、今スタートする決勝戦、北海道オールスター、いよいよ決勝。
ブランクじゃないね、 1.5 だよね、はい、消えたとしてね、ということは89アドバンテージ、平沢誠二後を置いてのワンランク、平沢が取っていきました。非常にうまいところ、2ランクとまでは言い難い、 1.5 ランクぐらいというところだとは思いますけれども、そこから入って2ランク、そうですね。さあ戻ってきた、入れ替えの2本目ということになります。さあ今度は後追いでワンランク取っていけばいいんですが、本間高臣どんな走りを見せるかどうか、両者スタート地点戻ってきた。今回のナンバーワンは俺だ、俺だ、走りでどうやら決定、発表いたします。発表、それでは決定でございます。決定でしょ。この審査席前の方に来てもらいましょう。来てもらはい、お願いいたします。いや、もつれにもつれた戦いということになると思いましたけれども、一本ですね、あっさり決定、あっさり決定、北海道オールスター GP2015、この第2回目となります北海道オールスターの戦い、これで勝負ありということになって、一本ずつの走りを終えて今皆さんの前に現れました。さあ結果発表いたします。両者が降りてきたところ、皆さん本当にコールをされたドライバーに対して大きな拍手をお願いいたします。まずは平沢ナンバーワンですからね、はい、そして両者降りてまいりました。さあそれでは発表いたしましょう。北海道オールスターグレートパフォーマー2015、優勝したのは平沢誠二、見事に第2回北海道オールスターチャンピオンは平沢誠二に決定。いやー素晴らしいです。最後決めたよ、最後のあの後追いは見事平沢というところで、去年のチャンピオン本間高臣を破っての新チャンピオン平沢誠二に決定。皆さん今一度大きな拍手をお願いいたします。そしてここまでいい走りをした本間高臣選手準優勝、こちらにも本当に大きな拍手をお願いいたします。